おやおや、おっと、会場で珍事が起きているようだ。シャンリン選手の謎の助っ人が対戦相手を手助けしている？審査員の皆さん、これはどういうことなのだろうか。この謎の助っ人はシャンリン選手の相棒で、二人で一つであることは事前に知らされているのだが、この状況は一体？問題ないわ。それにその助っ人がよからぬことをしているわけでもないしね。はっはっは。若者同士の対決は実に素晴らしい。わしはこのまま見届けるとしよう。これについては私が説明するわ。この決勝戦開始前に委員会は両選手の調査を行ってるの。そして双方が今大会の規則に違反してないことが確認できてるわ。シャンリンは優秀な料理人で、その助っ人はシャンリンの仲間であり家族でもある。シャンリンの料理は全て彼女の手によって作られている。助っ人にできることは火をつける程度よ。シャンリンの腕前からすれば薪で火をつけようが助っ人を使って火をつけようが大差ないわ。みんなが心配するのもわかる。助っ人が奇妙な踊りでシャンリンを応援してるなんて確かに変な光景だもの。けど今は同じように元翔選手の傍らで元翔の応援をしてる。つまりこの助っ人がどの選手も公平に扱っていることを証明してるわ。味方もその相手も励ましている。公平な助っ人よ。そうだよ、グーパーは私の助っ人じゃない。ただ料理をしてるところを見るのが好きなの。元翔のそばに行ったのもきっと元翔の緊張をほぐすためだと思う。みんなに保証する、グーパーは試合の邪魔をしない。というよりも元翔が実力を発揮できなかった時の方がこの決勝戦にとっても大きな損失になるんじゃないかな。私も防除旅館で元翔の料理を食べたことあるんだ。彼はすごい料理人だから本当の彼と正々堂々勝負したいの。なるほど、面白いじゃない。天王寺、あなたはどう思う？文句などない。あのように公平な競技精神を持っておるとは大したものじゃ。ということで我々委員会と審判はこれを認める。よって試合は続行だ。元翔、大丈夫？俺もよくわからないんだ。ものすごく緊張しまって。くそ、こんなに手が震えるなんて。深呼吸して気を楽にして。私もそういうことがあったからいい方法を教えてあげる。心の中で平気だって繰り返すの。もしくはお父さんのこと思い出して。親父を？そんなんでいいのか？だって私はそうしてきたんだもん。ラララ、じゃあお袋のことを思い出してみるか。あ、お前は戻ってくれ。俺は大丈夫。俺のせいでお前の足手まといになっちゃいけないからな。ならないよ、だって料理は完成してるもん。何？俺も負けてらんねえ。うんうん、その息だよ。凄腕なんでしょ？本気出して。この前元翔が作った料理は最高だったよ。俺は、そうだ、俺ならきっと大丈夫。シャンリン、あとそこの、とにかくありがとう。すぐ仕上げるから。ああ時間だ。両者ともに料理を完成させた。次は審査員席に料理を運び評価をしてもらう。完成した順にまずシャンリン選手から料理を紹介してくれ。私の料理は、主菜ジョジョジン、副菜リーウェサンス、天津水晶エビ。料理のテーマは陸水の儀。海と陸地の両方を、つまり獣肉と鶏肉、そして海鮮を使ったの。私の主菜ジョジョジーは鶏肉と唐辛子の組み合わせだよ。絶雲の唐辛子は
山々で育った山の幸で、鶏肉は空からの恩恵だね。リーユエ山荘にも鶏肉を、そしてハムとタケノコを使ってる。この料理も山の恵みを感じられて、辛さと鮮度、暑さと冷たさが絶妙なバランスをとり、ジョジョジーと相性がいいの。最後の水晶エビは米、エビのむき身、人参で作る料理だよ。米から作った薄く透き通った皮でみじん切りにした人参とエビを丸ごと包み、プリッとした食感に仕上げてある。エビは海の贈り物。米の皮でギュッと包み込むことで海と大地が溶け合い、ほんのりと甘みのある味になるんだ。最後の一品にぴったりでしょ。素晴らしい解説だった。続いては元将選手、料理の紹介を。俺の料理は仙腸椒、ミントの和え物、エビのポテト包み揚げだ。シャンリンが言ったように、陸水とは海と陸地を意味する。空を飛ぶ鳥、地を歩む獣、泳ぐ魚やエビ、俺が使った食材もこれらのものだ。仙腸椒はリーウェの名物料理。俺はボージョ旅館の料理人として、この料理こそが旅館の切り札だとずっと考えてきた。この料理は複雑で、食材の扱いが非常に困難だ。燻製したハム、カニ、エビと松茸を使用してる。この試合に敬意を表すため作った主菜だ。副菜のミントの和え物はすっきりとしていて、仙腸椒の濃厚な味とぴったりだろう。そしてエビのポテト包み揚げは誰もが好きな伝統料理だ。濃厚なスープを一口飲んだ後に食べると、これ以上至福な時はない。それでは審査員の皆さん、どうぞご試食を。素晴らしいわ。どちらも緻密に作られていて絶妙な味わいね。エビのポテト包み揚げをもう一つ、二人の料理をもう一度味わってみるわ。シャンリン選手の発想は実に面白い。冷菜を主菜にするとは大胆なことをしておる。このジョジョジーはとても独特じゃ。冷菜とはいえ、唐辛子は炒めてあって、ほのかに熱を感じる。噛むと唐辛子のピリ辛さと胡椒の風味が口の中に広がり、実に素晴らしい。この仙腸椒、とても美味しいわ。リーウェ山荘の味付けもちょうどよく、上品な味わいね。素晴らしい出来だわ。それでは審査員の皆さん、じっくりと考えて投票してくれ。また委員会が選出した観客にも審査員として評価してもらう。幸運にも試食の資格を得た皆さんは公平な判断のもと投票を頼む。くーい、おいらたち選ばれなかったぞ。どうして審査員にしてくれなかったんだ。本物の食通なのにオイラに審査させないなんて損してるぞ。お、いひひ、こんなに美味しい料理と凄腕の料理人がいっぱいいるけど、オイラに優しくしてくれるのはやっぱりお前だけだな。皆さん、お待たせした。投票結果の集計が済み、その結果が行幸殿に渡された。それでは行幸殿、リーウェ料理王決定戦決勝の結果を発表してくれ。今年のリーウェ料理王決定戦の優勝者は、ドキドキ、一票差でシャンリン選手の優勝。やったー、おー、やっぱりか。分かってたさ。激しい勝負の末、今大会の優勝者が誕生した。リーウェ高地区のシャンリン選手が一票差で敵下州地区の元将選手を破り優勝。勝負は必ず決するものだが、
票数がほぼ同じなのは驚きの結果だ。二人とも優秀な料理人であることは間違いなし。全力を尽くして戦った二人に拍手を。観客の皆さん、リーユへの皆さん、大会へお越しいただきありがとう。審判のこの私が、試合結果は公平なものであり、今年の料理王決定戦が無事終了したことをここに宣言する。大勢のご来場に感謝します。またお会いしましょう。ああ、帰る際は他の人に迷惑をかけないように。それと忘れ物がないかよく確認してくれ。シャンリンのとこに行ってみ